来たで、平気だで、あれ来た来た、はい巻いて巻いて巻いて、ゆっくりゆっくり巻いて、ゆっくりゆっくり巻いて巻いて、そう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 、そうかな、じゃあ、あっちも、そっちはええよ、ゲイシュ、よし、そっちはええよ、ゲイシュ、アミ姫の特徴は、アミ姫はこのように簡単に使えるパック、キャップ付きになってるんですけども、非常に大きな粒、網粒がそのまま入ってます。なので魚がすごく寄りがいいですね。それが一番の特徴です。で、あとここに書いてある通りフルーティーな香りということで、非常にこうアミエビ独特の臭さっていうのがないので、手についたりとかしてもあまり気にならずに使えますので、その点も非常に便利だなと思います。ああいうにしっかりとアミエビが海中で漂って魚を寄せます。すごく目立ちますよね。ゆっくりゆっくりゆっくり、うわ、うわ、すげえ、うわ、うん、出たー、前でなったよ、混ぜることでどういった効果が？これはここに出てる汁を吸わせて、汁もきちんと臭魚として使えるようにと、あと濁りが出るので、結構魚は何でも濁りに反応して寄ってきますから、やはりこの濁りを出すっていうのはすごく効果的です。で、このキララっていう成分が入ってるので、キラ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 水中で光ります。それがかなり魚にアピールできるんで、これは絶対入れた方が魚はよく寄ると思います。こんな感じで、まあ、付属のスプーンでちょっとずつ混ぜてもらうと綺麗に仕上がります。やったね。